中止島は沖縄本島南部の西にかつて存在した島で1960年代に周囲が埋め立てられ消滅した沖縄本島南部の西側に位置する沖縄県糸満市の西部海岸に存在した向江川の河口にあり周囲は干潟となっていた中止島は方言で穴木と呼ばれ陸地測量部による1921年発行の地図には 沖ノ島と表記され、戦後には中止島へ名称が改められた。元は大技糸満の一部で、障子の中止島が設定されていたが、1992年に糸満から西川町へ分離された。かつての中止島に塩田が存在し、製塩業が営まれていたという。戦後は糸満漁港の整備が開始され、1954年に、 春節により完成した水路が、向江側から運ばれた土砂で堆積し、1959年の最春節の際に中止島と沖縄本島間の海域が埋められ、1966年以降の交流水面埋め立て事業により、周囲も埋め立てられた。本土復帰後の1973年に中止島が存在していた場所に造船所が建設され、2006年まで、 同地で創業していた。島内には、穴木の竜宮神と呼ばれる廃所があったが、2000年代に西寄りに移動された。3箇所に、祠らがあり、竜宮神社と、七竜宮神の石碑が混流されている。対岸の沖縄本島と陸続きとなった中止島。2010年現在のイットマンシアザイトマン。画像中央上部が、中止島があった場所。出展、国土交通省。 国土画像情報、ありがとうございます。